高井村、酒井、品田といった35位の主力3人が FA 宣言。守護神篠がポスティングを希望してまた守護神探しをしなきゃいけなくなった16年目やっていきます。このシリーズは守護神に困り続ける運命なのかも。契約公開では立山、大内、木原、芦沢を自由契約に、引退者は出ませんでした。ドラフトは去年に引き続き有望そうなキャッチャーと野手が欲しい。あとは抑え候補。転生は原、松井、広瀬となかなかいい感じ。指名しない理由がないので高卒松井を指名。3球団競合。当たらない。外れ1位で原を指名。このゲーム壊れてない。これで競合0勝6敗です。外れ1位で大卒ファーストの的場。2位で3球種大卒中継ぎの黒沼。3位で137キロコントロール G のヤバさに釣られて高卒相馬。4位で申し訳程度に社会人星広樹を指名してドラフト終了。篠のポスティングは承認、成績は毎年紹介していきます。FA は若返りを図りたいのと全員衰退期に入る時期なので残留交渉はなし。B ランクの酒井が巨人、品田が DNA、C ランクの高村が西武に移籍。保証は酒井が金銭、品田で近藤獲得。若手ショートが多めなので出番がなくなってきた高柳をトレードで放出。阪神から3年目の森エスを獲得。住友、椿を留学に行かせてオフシーズン終了。今年の注目選手はロマン枠の2人。同じ速球派の松葉が活躍しだした時期に近い倉本もそろそろやってくれるわず。真っ赤は留学と成長期でミートが伸びてるので最低限の爪痕は残してほしい。達成されそうな記録はここら辺。不調だったり衰退期だったりの選手が多めなので期待は薄め。でも復活して活躍してくれるといいなぁ。先発は6枠目以外は固定できそうなメンツしてる。去年中継ぎでそこそこ良かった坂根を開幕で起用してシーズン中はどんどん入れ替えていこうと思います。中継ぎは数が減ってきたので先発から回すことになりそう。ドラに黒沼も使ってみます。抑えは候補が見当たらないのでとりあえず実績のあるベアード。ただ抑えにすると活躍しないんですよね。こいつ適正上げなきゃ。野手は戸籍が不調なので真っ赤を1番で爆地起用。人的できてからいい活躍してる稲葉を3番で起用して中軸を転生で固めます。まず対左を若手多めで起用して徐々に出番を増やそうと思ってます。ということでシーズン終了、64勝77敗で5位。注目選手の結果はこんな。倉本は勝敗はあれだけど防御率自体は悪くないので頑張ってた。真っ赤は倉林の二の舞を危惧したけど想像より全然やってくれました。ミートも伸びまくってるし。松葉が3年連続の2桁勝利、ほんと助かってる。画面に映ってる4人は離脱なく完走。先発は安定してるのに5位なのか。抑えは前半ベアード、後半笹田。潜在的にはセットアッパーさせたいけどチーム状況が許してくれない。
死の1年で帰国しないかな。野手は戸籍が復調せず、さすがに年齢的な問題なのかな。3番に置いた稲葉が完走してくれたのは助かった。セカンドは若手を5人ぐらい使って現状は4年目豊川がいい感じです。1位的場、パワーがよく伸びてるので A は狙えそう。外れ外れ1位でこれなら悪くないか。2位黒沼、切れ脱三振持ちは熱々。これで9点台はちょっとかわいそう。3位相馬、130キロ台でもコントロール G でもなかった。想定より能力が高くて萎えたのはこれが初めて。4位広木、選手説明に期待の大型新人捕手って書いてあった。どこが？達成された記録はこれ。予想通りすぎる結果にいつも以上にコメントに困る。ただ全員ギリフ達成なので来年には達成してそう。ということでまた次回。コメント返しは次回か次次回にまとめてやります。ご視聴、ありがとうございました。